いつも紹介してる車とはちょっと趣が違うんですけど、こういう車もやってらっしゃるんですか？みんな知らないんですけど、はい、実はうちもともとスポーツカーのショップをやってたんですよ。だからチューニングとかね、オートマをミッション乗せ替えたりとか、まあ、そういうのがもともと得意だったので、そっからなぜか今ねちょっとドレスアップショップがこう強くはなってきたんだけど、もともとは本当にドリフトとか僕も大好きなんで、こういう車をよく作ってたよと。で今もね同じようにね、もうチューニング得意としてるんで、足回りのセッティングからパワーアップ何でもやりますから、まあ、この車がまあその見本じゃないですけどね、あこういうのができるんだっていうのをちょっと、クールレーシング店というのがうちの本店ですけどね、はい、名古屋の、うん、そこでチューニング受け付けてますから、ドリフトをちょっとしてみたいなとか、そういう方もどんどんお気軽に相談してもらえればと。車そこで買ってなくても持ち込みでチューニングとかも大丈夫ですね。大丈夫ですよ。ということで、はい、じゃあ車の方、やっと車の紹介ですか。はい、これ何か分かります？これまあスカイライン34のスカイラインですよね。あれ GTR に見えるでしょ。 GTR 後ろのフェンダーとかが、ちょっと見てくださいよ。GTR ですか？これね、実はね、はい、ER34 です。ER34。バラしますけど。GTR ではなく。GTR ではなく。はい。はい、まあ元々僕これ通勤で乗ってました。あ、そうなんですか。はい。当時は真っ黒のボディだったんだけど、まあそれをね、去年のねオートサロンに出すためにワイドボディにして、はい、まあワイドボディはこれうちのキットなんですけどね。あ、そうですか。そう。それから、ローハンさんで全塗装して、でエングレービングの、はい、エアロマでつけちゃって。あ、本当ですね。そう。これで今日壁切りやりましょうよ。するかすらんか。擦っちゃったらもう一回掘っていただいてっていう感じで出した車なんだけど、もともとは ER なんですよ。でうちのこのね、バンパーとかサイドステップとか、はい、まあこれ僕の車のために作ったようなもんなんですけど完全に、はい、まあ、やっぱりドリフトするなら FR でしょ、はい、ね、でも中身はちゃんとやってありますよ。ちょっとまず外装から簡単に見てみます。これペイントすごいですねでしょう。これでこれまた見えるかな。これドリフト中に結構入るんですよ。すごいですね。今日もう快晴じゃないですか。そうですね。めっちゃいいでしょ。まあ綺麗な。でこれはヘッドライトもちょっと違うでしょ。本当ですね。はい、これ未来のねヘッドライト4連入れて。未来、未来ってします？トヨタ、トヨタ未来。そう、へえ、未来の車ですよ。夢のあるね。でアクリルのロゴとかこう入れてね。あ、本当ですね。はい、へえ、やってあると。まあ塗装は見ての通りめっちゃ綺麗ですよね。でオリジナルのフロントバンパー、はい、で今19インチのホイールがこううちのベルトを入れときました。はい、とりあえず19インチでドリフトさせますわ。これでドリフトもこのタイヤで行く、ホイールで行くんですか？本当はね18インチの、はい、もうファルケンさんの RT615K プラスっていう素晴らしいタイヤがあるんで、はい、まあ、それを履いてやりたいんだけど、まあ、こっちかっこいいじゃないですか。なるほど。そう、まあ、うちが19インチまでしかラインナップがないっていうのはあるんだよね。ああ、そういうことですね。はい、これちなみに足回りは、ね、足回りはね、H ケースの車高調を入れてあります。でバネは、オリジナルで、あ、そうなんですね、セッティング出した特注のものが入ってますよと。一応ね、はい、600馬力超えてますよね。あ、この車、はい、あ、じゃあちょっと後でエンジンパワーを抑えて600馬力超えてる感じ、はい、なんで、でまあ後ろ回ってもらうとちょっとこの辺ぶつけてたり。これぶつけてますね。でこれは去年のイベントで僕があの壁にぶつけました。あ、はい、あそこの壁ですね。そう、壁切り結構いい感じ言ってたんだけどね、はい、クラッシュでもうどうせぶつけるんで直さないよという感じで、はい、こうマフラーいいでしょ。マフラーもワンオフってことですね。当たり前じゃないですか。もう本当に本当は通勤で乗りたいんだけど、はい、エアコンも勝手に取られちゃったんですよ。よく冷えるでしょっていうことでね、はい、そうだから、はい、もう暑くて乗れないんで、もうサーキットスペックに完全にしちゃったんで。そういうことですね。いい音出ますよ。あ、これもじゃあナンバーなしの車ですか？ナンバーなしです。あ、そういうことですね、はい、もう赤車で常に移動っていうね。はい、マイカーであってマイカーでなくなったっていう、はい、でこれフェンダーはこうスムージングで、50ミリ出したかな、外にこうオーバーフェンダーついてるんですね。オーバーフェンダーがね、はい、で中もこういう感じでね、まあロールバーを、内装も完全に取っ払っちゃってるんですね。いや取っ払う予定じゃなかったんですけど取っ払えてたんですね、これね。そうなんですね、はい、まあこういう感じで、まあ、追加メーターデフィのやつとか入れて、はい、で実はねマニュアルがね純正5速なんですよ。だからねあんまりパワーをね上げるとすぐ壊れちゃう可能性があるんで。そうなんですね、はい、はい、まあカーボンのツインプレートクラッチで
いたわりながら乗ってますからはい。であとエンジンルームみたいですね。でしょう。たまにはちょっとこういうちょっと走り系初じゃないですか。そうですよね。何気に実はね、こういうあのこういうチューニングのお客さんもうち非常に多いです。はい、どうしてもね、あのオートサロンに出す車とかがね、はい、ドレスアップイメージが強いんであれかもしれないけど、お、これ RB26 じゃないですか。当たり前じゃないですかねえ、ER、これね、ちなみにエンジン、はい、仕様は4機目です。あ、そうですか。はい、この15年の間に。おお、はい、15年前から RB25 のネオ6のタービン交換からスタートして、はい、はい、でウエストゲートのタービンで500馬力以上にしたらすぐブローして、はい、で RB26 やっぱりあの念願の26を乗せようって乗せて、はい、でこれは 2.8 リッターにあの排気量アップしますから。あ、そうですか。はい、RB26 の場合はやっぱり下が低速がね、どうしてもトルク不足になるんで、うん、あの HKS さんの V カムを入れてあります。はい、で、HKS のでかいタービンですね、 TO4Z タービン。燃料系も全部コレクタータンクから全部変えてありますから、こういう形で、まあ今馬力を抑えて600ちょっとぐらいかなっていう。これがね結構連続走行できるんですよ。熱がねきついイメージなんだけど、まあ、エアコン外しちゃったり、はい、結構やっぱりあの自慢じゃないけどうちのエアロ冷えるんで。おあ、ここが、はい、僕はあの、はい、この前にチェイサー 1J 乗ってたんですけど、はい、あのその時は2周ぐらいでやっぱりもう水温バーン上がっちゃったんで。あ、そうですか。そう、これはね本当に10分とか僕平気で走らしちゃう。あ、そうですか、はい、大丈夫ですか。今日35度ぐらいありますよ。あの、バッチリですよ、はい、バッチリですよ。ちょっと調子悪いですけどかなりね、はい、もうだいぶあの古くなってきたんで、はい、まあ、あのラジエーターとかオイルクーラーとかね、まあ、当然この辺も全部変わってますと。じゃあ早速、ね、走ってみましょうか。じゃあ行きますか、走りに。はい、ちょっと軽く、はい、ね、じゃあお願いします。行きましょう。大したことないやんっていう、はい、あのコメントはほどほどにお手柔らかに。そうですね、お手柔らかにしておいていただいてですねじゃあね、あの今サーキット内入ってます。今からちょっとドリフトをやってみます。はい、かかりません。かぶりましたね。乗りましょうか。はい、ということでスピンしましたね。ということで、はい、え、バレたなんでこんなとこで見たいのということで、はい、クールではドレスアップコンプリとかのみならず、はい、このようなドリフトの車も楽しめるってことですね。そうですね、ドリフト面白いですよ。本当に面白いですね。ぜひね皆さん来年はうちのサーキットミーティングに参加していただいて同乗走行してもらえるとねいいんじゃないかと思います。じゃあ今日はスピンで終了と綺麗に終了ということでまああのぜひ皆さんドリフトとかに興味ある、サーキット走行に興味ある人はクールレーシング名古屋まであのいろいろ遊びに来てもらったり問い合わせをしてくださいね。じゃあ今日はありがとうございました。無事に終わりましたね。はい、今日も なんですけど 無事じゃないんですよね。何が動画でも気づいてたかもしれないですけど、はい、片側のサイドステップがなかったんですよね。よく見てる人だったら分かるかなと思ってごまかしきれんなこれはぶつけたわけじゃないですよ今日は。あ、そうなんですか。ちょっとこのタイヤ見てください。これ最初はね19インチで走ってたんですよ、はい、最初の紹介の時にベルズホイール履いてたと思うんですけど、はい、19インチにもかかわらず結構ノリノリで走りすぎてしまいまして、はい、でちょうどテレビの取材が入ってたんで、はい、止めることもできず、はい、タイヤがこんな状態になってしまったと新作の FK510 が
こんな感じで、いやもうね、トレッドだけが剥がれちゃったっていうね。あもうでもね、こういう風にパンクせずに走って帰ってこれたんですよ。あ、そうなんですか。あ、トレッド面だけが、トレッド面だけがこう剥離したっていうね。おこれなんでこういう風になったんですか。うん、これはね、もうこの前の時点で、はい、もうブロックが飛んでたんで、ピットインすればよかったんですけど、はい、テレビ中継入ってたんで、はい、走っちゃったと。そうすると戻ってきたら、はい、もうボディがもうほら、もうね、で前塗装した手の車ですよ。もうショッキングでね。もうサイドステップも燃えたわけですね、これ。そう、タイヤはこうなる前に変えましょう。ただバーストしない素晴らしいタイヤっていう感じで、はい、ドリフトはみんなで一緒に、はい、ぜひやりましょう、はい、じゃあ店に遊びに来てくださいね。ありがとうございました。